第39期豊泉 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説には藤島健次郎プロにお越しいただいております。藤島さん、よろしくお願いいたはい、よろししくまお願いす。します。それでは対局の準備ができたようです。第39期豊泉では対 A1 局をリーグ第開始9してください。節 A 卓3回戦東杯の開始です。立会人藤原貴弘の合図で3回戦が開始されました。3回戦はちいちゃから勝又、吉田、藤崎、西川という並びです。一局ドラは吐く。ここまでは勝又、西川が1着、2着、2着、1着と、ね、勝又さんは今のところかなり順調ですよね。はい、2回戦も浮きをキープしてですよ。まあもうね、道中にはこう終盤の押しからね、はい、こう天敗取り切るとか、ハイテツモのない326なんかもあったし、はい、そうですよね。要所で勝負もしてて、326はね、大きかった。で、西川さんはね、こうまあ1回戦オーラスちょっと悪夢のようなね、326の補充があったけど、ようやくこうトップ取り切れたことで前節のね、こう大敗を払拭するような、ね、そうですね、はい、トップが取れたんじゃないかって感じで、これでまだまだ上見ていけるというところですね。はい、藤崎さんが若干やっぱりちょっとなんか不運具合が目立つというか、はい、まあ、印象的だったのはあれですよね、サブローピンのね、はい、単品3色3巡目のハネマンテンパイがね、はい、という間に2人に追いつかれて、ね、裁かれてしまったという、あれはもう本当に半年に1回入れば、いや1年に1回入るかどうかの手ですからね、あの巡目の3巡目ですからね、はい。西川がドラの白重ねたぞ、大きい。僕は吉田が1枚持ってます。まあ、吉田さんはかなり打たないよりに打たない手ですね、これは。そして藤崎がイーシャンテンです。好きなイーシャンテンですか。あっと、リアンスを引いてイーシャンテン。こちらは親番の勝又、まだ一メンツだけ。吉田さんは1、2、3に照準を合わせましたか。ただね、愚形がやっぱり残ってる分、はい、相当白は打たれないですね、これは。これはシンプルにスライドしていく。理想立て、4と1、はい、両方見たウピン切り。お、カンリャンマン引きましたね。けど、スーソーなんだね。リャンソーがね、藤崎にあんこなんですよ。山にはない。じゃあ山になし。これは選択ですね。両面ができたんで、メンツ手に決めましたね。はい、勝又はね、別にチートイツ好きなわけじゃないと。仕方なくやってるんだっていうふうに言ってますからね。あ、なるほどね。なんでなんか両天秤の時は結構メンツに行く選択も多く見られるんですよね。藤崎ちょっと面白いところ聞きましたね。9万を残したってことは、まあ一役はつけたい、はい、もしくは縦系ですね。縦系3万個を狙ってますか。ああ、もう3ピン1位だ。まあ C ってことはドラを打たない、ドラ短期想定の構えですね、はい。うわ、満ちたね。これは急走を取りに打たれたら嫌なんでね。シャンポンかな。シャンポンリーチになりそうですね。パーソー1枚切れてるんで、ここは西川シャンポンでリーチだ。さあ、白が1枚、急走がなんと2枚ある。白1枚、急走2枚、ぬるんってきたら3600ですよ。これぬるんってきたら3600。いや、西川さんこういうの引くからね。引くよ、引きますよ。モーパイしたいですね。いやいやダメですか。いやいや、モーパイはね、はい、まあ、結構する人としないし、まあ、結構する人の方が多いんじゃないかな。これは白町のね、3600はモーパイして、だけど違う、モーパイしたらモーパイで分かりやすい牌だっていうのがバレたりするんですよ。これなんて特にね、急走と白は分かりやすいモーパイだから、はい、こういう時はグググってやらないとかありますよ。ググってバレちゃうんだもんだって。急走と思わせてローソーのパターンありますからね。
これはローピンの方が安全度は高いな。はい、いや、ちょっと直面が。仕方じゃないですか。びっくりしましたよ、ね。だって局面だって難しい。だって難しいね。選択が来たからロ、はい、ローピンですね。単位も確定してない形っていうのも大きいかと思いますね。吉田さんは先手取られたらもう1枚持たないと。はい、先当たり牌を掴んでおります。ローソー。数字になったぞ。数字になっちゃったね。まあでもね。これ多分その小さ切りにちょっとね間があったのは皆さん多分思ってることなんで、はい、ということは軽装が統一のケースも十分読み筋には入ってます。そうですね、分かんないけど、まあ、テンパイ入っちゃったら危ないですけどね。はい、だから藤崎もテンパイ入ったら危ない。なんか入りそうだな今日の藤崎。今は現物。いやでもこれうーん、そうか、一通なんかがあったんだね。今取っといて、ウーマンローマン引きの一通があったら、ああ急走引き入れてテンパイだ。テンパイスチーピン現場リチーピン、あ危ない、あ危ない、見えない。うーん、薄かったけどね、めちゃくちゃいいマチでしたね。はい、ね、勝俣の上がりは1500ピンフです。うーん、石川の勝負で、ここは勝俣がかわしていった。ありますよ、うん、しっかりねそのローピンの取り取り選んでから当たり牌のね急須を引き入れてのテンパイで、はい、相手がねハネマンかもしれなかったんで、ドラマだ、いましたかね。いました、1枚ありました。で、まあ、3回戦もねちょ、まあ、安い対先制できたことで、これはもう勝間さん今日はもうブレイクも狙っていきたいですね。ブレイクでいいですね。もっと勝ちたいってなりますよね。はい、ハイパイも悪くなかったですよ、うん、藤崎はマンズが多いハイパイ、ドラは3ピンです。勝俣ハックがドイツで3ピンがねくっつけたい、うん、ね、こう思えば第5節でしたか、はい、藤崎さんが120勝った時にこう藤崎さんがブレイクした時にこう、はい、ちょっとブレーキになっちゃったのが勝間さんだったから、煽りを食らった勝間と 88.1 のマイナスしてますから ね、うん、ね、あの時はよくもやってくれたなっていうのがあると思うんで、リベンジの機会が来ました。さあ、ね、西川ペーチャでペーがドイツです。一面つかんせ、感じそう、相撲が効いてくるんじゃないか。自然にねこう、はい、いい牌が来るのはいいですよ。やっぱ調子がいいってことですか。それ調子がいいってことです。もう諦めましたね。もう今日はしょうがないですよ、もうバレちゃったからね。結構あ、ペは仕掛けましたね。仕掛けます、はい、ちょっとまだ苦しい形ですが、ね、ここは西川も勇気を振り絞って仕掛けていく、うん、ペーチャでねやっぱり動くの結構怖いですけどね、怖いですよ。藤崎さんはチートイツに決めてます。あわよくば本一もあるのかな、これ難しい。イーシャンテンだけど急走とかパーソニー入れだからね、イーシャンテン戻しますね、これはね。9万縦か、これが難しいな。ドラには触らないとしてリャンマンになりましたか。二差しが見えてきたか吉田。ドラ、ドラ、これはもうまあ、ポンされたペイで、はい、チートイツほぼ濃厚ですね。藤崎さんは3ピンは1枚だけあります。みんな欲しい、みんな欲しいね、はい、白1枚切れ、これはチーマンか馬だね、はい、チーマンはチーしてくっつき、じゃあ6万だ。うん、イーシャンテン、イーシャンテンです。これは2枚切れ、チュンは藤崎さんか、ドイツの、うん、まあ、チートイツ決めたんでね、うん、これは動きませんね。さあテンパイ、テンパイ手代わり差し子、うん、差し子かもしくはシャンポンになったらリーチもありそうですね。シャンポンは、トントのシャンポンですね、うん、ドライチありますから。
石川も天敗入りましたが待ちは悪いぞ、まあ、取りますかドラ三品なんでね、うん、意外とウピいるね2枚いる藤崎が2枚持ってるだけですね吉田さんはね差し子なんでスライドして、うん、ってなるドラ表の連品ここは打たずにウーマンもう受けですねほぼねこれはねウーピー西川の上がりはペイで300、500、400、600です、うん、西川さんもやっぱりいいですよねこれはね、はい、うんあんまりこう先手の動きとかしたくない しづらいあんまりしないけどそれがねちゃんと上がりで終われたんで、はいこの2局、吉田の親番ですとはパーピンドラ受けがあるじゃあ藤崎は3と1ですね大西川は一目につできているトンから切り出し姿はちょっとゴツゴツしているか全員今一つのハイパイです、うん、かなり重たいです、うん、ドラ引きです西川急所1枚引けば西川が一番ですかね、まとまりはありそう、うん、ちゃんとができた、まあ、西川さんだけね自敗整理が終わってるので、はいのね、皆さんはまだ自敗が2枚以上残ってますから枚枚今いったんリャンマンチューンが重なりますこれは結構嬉しいな仕掛けができますからね吉田からは出そうですよう引いたよローマンから行ってで6チッパ狙いですね、これは一気に西川さんチャンスになってきた、はい、お手本のようなね、うん、ローマン切りです手役を見据えた一打ドラはちょっと嫌だなこれ二差しは見切っていく見切ったか角が重なったけどちょっと動きやすい配置とは言えないかただ親だからねこの辺で、はい面前円妥協ラインを、ね、あー3ピン引いてこれは初で目いっぱいかなこれポンテンは取ります思うけどな出そうですよな出ません出ません さあ藤崎4トイツ藤崎さんもチートイツってことかここでイーソー三層があるあーリアンシャン手戻しですよ打たれませんテンパイうわーテンパイだシャンポンやみてシャンポンやみて9ピンがね2枚切れちゃってましたねやみてにしやすい吉田もなんかチューン打たないような雰囲気が嫌ですよでもうわ来てる来てる来てるどっちから安全度でねどっちから打つかだけど、まあ、3ピンが握れになっちゃったからねここは3点は縦に来た時に単ヤンもつけちゃおうっていうのがあったんで3万の方が重なりそうということですね、うんまあ、親の現物っていうのもありますねこの3万残しはね親の現物かつそう縦に来た時に嬉しい幸、はい、山にはありませんがこれはね今切っちゃってるんでつもりですね、うん2万が3枚切れてたっていうのもあるか勝間さんはもうこのままになりそうかな6チッパの目が出たけど、はいまあ、吉田さんねチュン抱えちゃってるんで結構もう上がりはきついドリャンピンの方が親弦かつ安全度も全体に対する安全度も高いですねはいチューンがもう1枚ありますねこれやっぱり吉田打たなそうですよ
勝松さんのね8巡目のドラ切りはもうリーチと一緒みたいに思ってるかもしれない、はい、でね自身はメンツが一個もなくてそうですね、うん、って考えるともう受けでいいやってなってるのかなとは思われます。全然できません、うん、メンツができないね。西川もね、にゃんめんにゃんめんなんですけど、撤廃しません。ようやく一面です。これでパーソー。おー、やめてる。やめ。もうやめてる。すごいね。受けが強いぞ。ということか。まあ、勝松さんのドラ切りで何らかの闇点が入ってると仮定して、はい、まあ、マンズ待ちは結構なさそうに見えて、うん、で3ピン、数ピン通ったら結構そうか、白とチュンぐらいか、場に出てないね、役牌が。うーん、勉強になりますね。受けが強いよ。抑え切って天牌取れるかもしれない、かもしれない。いや、あ、取れるかもしれない。すごいね。言いそう。どうですか、ワンチャンス？まあ、一応打つかって感じですね、はい、結構もう受けだったってことですね。やっぱり吉田さんの意識としてはすごいな、これ。うわ、ドラ重なった。これでゴロチのいいシャンテンになる、うん、もうチーテンも取りますね、西川さんはこの順目なら、はい、ただ上茶藤崎さんだから、うわ、テンパったんですけど、すごいね、これはすごいな、吉田すごいですね、これこれは結構無理ですよ。無理ですね。チュンがよくね、ここまで残ってる。チーソーでしょ。あれだ、やばい。スソーない。チーソー1枚だけ。チーソー1枚。でもありえるよ。ああ、積まない。これ積も、最終手番でね、積もったら結構伝説みたいな上がりになりそうだった。はい、勝俣も天敗取り切りました。2人天敗で流局。結果が出てますからね、中央、はい、当たり牌を止めて、どうですね、親権を維持して、うわー、次の吉田さんのあれあれは見ものですね、 あれはとかそこ濁してもしょうがないでしょう。いやー、でもね、素晴らしい、結構の人打っちゃってそうですね、うん、だってね、ドラ打ってるところのに闇点のチューン打ってもそんなに高いケースで、ね、まあ、ドラあんこから切ってる64とかはあるけど、そんなになんか1300とか1色とかじゃなさそうな捨て牌だったから、すごいね今のは。吉田勝又2人天敗で、レンチャンなんですけど、吉田ドラのシャアが統一のハイパイが入りました。こちらです。先は純ちゃん3色狙いか、時間はかかりそう。いや、これは吉田が先手取れそうな局になってきましたよ。おお、3層だ。これでチータイ見切る、うん、勝松さんも3ピン引いたね。あ、ピアン起こった。ちゃんといいシャンテン。いやー、ツモが引いてますね、藤崎。西川さんドラ引いちゃったんで、ちょっとブレーキかな。ドラのシャワーと山に1枚です。うわー、チーピン引いてくっつき。やっぱもう流れだね。これはもう流れ以外の何もでもない。本当にやっぱいいプレーした後は、こうやってね。入るんですね。ツモも良くなるし。いいのが来るんじゃないですか。チーソーあたりを。これか、あ、十分か、うん、まあ、リーチに行く、ね、シャア1枚、パーソー1枚ですね、1枚ずつある、つながってるね。リーチと来られると藤崎も行く、まあ、一旦 E ピン打つか、ニャンピンが2巡目なんで E ピンぐらいは、うん、しかはいけない、ドラが浮いている。繋いでくるか、吉田。
転売だけど、これだけは嬉しくない。もうこれはね、休み引きならパーピーもしたくねえですよ。うん。一旦今切るけど、ヤンマンを別に押すとかではなさそうですね、これは。現物だから今を切ったと。一人旅になれそうですよ。あ、トンじゃなくてリャンピンから。これ決めたらやっぱりさっきの曲の価値っていうのがさ、めちゃくちゃ高くなるもんね。こういうのは本当僕は真似できなさそうなんで、本当にすごいと思いますわ。これは決めたいぞ吉田。さあどうだ、パーソード車いない。まあこねてもね、両面にはなってないですからね。うん、まだそうですね。カンちゃんがいいとこですよね。うん、姿もなんとか粘ってね、チートイツイシャンテンキープしている。うん、当たり前だ。ではここでやめます。まあ、やめるというか一旦回る。うん、まあ、トンがね現物なんでメンツテでトントンって言って回るプランですかね。吉田の、おお、またいいシャンテン復活。ちょっとずつにやっぱり戻ったウーピンが打てない牌なんでね。うん、シャアがまだ1枚あるぞ。でトントンになります。いないか、残りつも3回。チーソー引いたんだね。チーソー引きか、うん、ウーマンかウーピンいけるか。1枚ぐらい押したいくなるけど、いや、でも前目がね、もう深いしドラ浮いてるんでやめです。はい、いない。あとツモ番が2回。2回。山には1枚。シャアが1枚。勝又も転敗はしてません。いや、ただ手詰まりですね。ないのか。手詰まり。パーソーちょっと危ないとこある？いや、ないですね。パーソーは大丈夫です。いや、つまらない。3万のワンチャンスだったのね。リャンマンですね、勝又のリャンマン。うん、また次もまだウーマンが打てるか。リャンマン通せばね、ウーマン打ちやすいんで。はい、西川さんも。詰まった。でも西川さんもウーマンになりそうですね、これはね。まあでも宣言パイ数万か。いやー、3本にはしてないでしょうがあるんで、ウーマン、チーピン数字か。チーピン。さあ、シャーがある。いないか。今さら筋になっても遅い。吉田の一人転敗で流局。じゃまだ分かんないね。うん、りんちゃんでございます。これは3ピン。うん、いいんですね。一目にツあるし、ですね、はい、あるし、ちゃんと丸。さんも一目にツあるけど、他はあんまり良くない。はい、西川ドラが1枚で、目にツありません。勝
また6、7、8の3色が見えるが形は良くはない、うん、吉田さんが一番手っぽいな。飛車がなかったですかさっき。飛車はどっかもう行っちゃってました。あ、西川さんのところに行ってましたね。あれ、もともとあれ違うか、もともとあったのか。そこはそのです。失礼しました。なんかシャアを1枚あると思ってやってた、ね、あると思ってやっておりましたが、どうやらなかったようです。大変失礼しました。失礼しました。たまにはちゃんと助け合っていかないと、ね、そうですね。お願いします、うん、お願いしますよ。はい、選択ですね。ドラ3ピンだし関連そばらになりますか。おっと、6チッパーには崩れてるけどいいシャンテン。先はシゴロの3色が見えるか。西川チートイツ、チートイツ、いいシャンテン。ドラの3ピンはどうでしょうか。西川勝又に1枚ずつだから山には2枚ある。ただダブトンがポンできた。いいシャンテンです。吉崎さんも初が重なったんで上がりにはいけるかもしれない、うん、もうチートイツ決めそうですねこれね。ローピンかローソー。リャンソーはね、リャンソー大好きなんで西川さん多分リャンソー大好き。あ、まあ今日、ね、今日リャンソーに、非常に興味があります。ほらこの曲ほら管理リャンソー払ってんのに、はい、まあ、単純にね、まあそんないい街はないか。おっと、7、8、9を見るか6チッパーを見るかですね。ローソーと9ピンの比較ですね。これはどっちですか。によってローマン王と9万を選ぶ、7、8、9の方、うん、なるほど。まあ単純にね9の方が外に寄ってる分、うん、ちょっとよく見えるってことですね。はい、2万が何個だけどメンツでは見ますね、うん、もうチートイツですね。チーピンは山に2枚あります、先ほど藤崎さんがね、シャを吸収していたらしいです。あ、なるほど、失礼しました、助け合いありがとうございます藤島さんが助け合ってくれないと視聴者の方とね、あの助け合いを行うのがこの連盟スタイルですから、大変いつも助かっております、はい、ありがとうございます。ドラが1枚吸収されましたね。ということあと1枚、またね、チーピンの前に、ああでも吉田に鉄牌が入る。でローマン打ってのイースマン、イースマンいいね、よく見えるし、カーもいいからね。1、2、3、はい、順目に3万打って、2万も紡ぎってんのかな。ああこれ止まらないかな、止まります、止まりました。スチマンもあるか。まあそうですね、それとあとは上茶で勝間さんが押してるのも気になる要素なんじゃないでしょうか、はい、これは2人に対してもう受けたということかな。勝間が9ピン引きたい。吉田はいい数万待ち。うん、吉崎さんもねやめてます。やめてますね。受けてもイーマンとか打っちゃうかもしれない。なんだイースマンか。だってねシーマン大丈夫ですけど、ポン出しの最終手出しが6万なんで、まあ、打ちますね。そう、そのまあ勝間さんの目からねもともと6万が4枚見えるんでノーチャンスの牌ではあるんだけど、まあなんかウッパーマンからね、ウッパーマンの日給から運送ポンのね、うん、ダブトントイトイの短期待ちとかはちょっと想定できたからちょっと間がありましたけど。なるほど。うわー、6チッパーなかったか。まあこれはね、あの状況では分かりづらいですからね、はい、ただチーピン2枚いますよ。ひょっこりはあります。ひょっ、ダメです。スーソーはまあ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 打ちやすいは言い過ぎか。ウーソーポンでしょ、うん、イーソーが落ちてるんで打つんじゃないですか、打ちました、ね、
ルソカン。あ、引けば2色ホール。大きいですよ。リンシャン。いたいた。嬉しい。気持ちいい。めちゃくちゃ嬉しい。いや、ここに繋がるわけですよね。はい。あの粘りが、粘りというか受けがね。うん。ダブトンリンシャン開放で2600は2800ホール。いや、お見事なこの親番のね、つなぎと。本当ですね。いや、素晴らしいです。本当に。リンシャン開放っていうのはね、気持ちいいですよね。そのまんま。とても気持ちいい、上がり役。そんなことはみんな分かってる。一番気持ちいいかもしれない。吉田のレンチャン3本場でドラはいいピン、良くなってますね。いいです。藤崎はトンガドイツ、勝又は面白い回いっぱいですよ。まあ縦で勝負していきたいですね。これはもう第一だから精査を。位相から無難に打つか、それとも派手にいくか。数相とかある、ね、ウーマンとかね。ありますよね、うん、パーピン。ここで位相となります。さあ、親番の吉田も、うん、仲いいところ来ますね。打点がやっぱり一番手に見えますね。あ、でも西川さんも3層引いた、ね、6万ちょっと押したくないもんね。言いそうになるかもね。ドイツを解消していきたい。あ、数層にした。そうそう、あ、なるほどね。ドラがいいピンだから 1,2,3 を見ていこうってことですね。メンツ目が完成です。藤崎トンは打たれないか。打たれずローマン切りです。ゴツゴツしてまいりました。チートイツのイシャンテンになりましたね、はい、吉田さんは。なんで8万がシンプルで、勝又が仕掛けていく、まあ、これはね、一応一本してイシャンテンですけどね、後々のトイトイ変化とかがあるから、はい、打ち泣きしやすいですね、これはね。トイトイやドラドラのケースもある、うん、シュンはワニションパイ、まあね、ハク本した勝松さんの手出しが初なんで、まあ、持っててもおかしくないですか、うん、動かれると結構寒い牌なんで、一応手に止めましたね、吉田さんは。ということで、だいぶチート位置になりそうですね、はい、吉田さんも。吉田さんはね、ドラ来るとちょっとブレーキかな。うわ、来たよ、来たぞ、来たよ、ドラドラ、羽まんまである、倍まんまであると言ってほしいですね、藤島さん。いや、ごめんなさい、ドラがもう山にないのを大変失礼しました。それは羽まんまでしかありません。失礼しました。あ、ごめんなさい、羽まんもいい、羽まん、E マン、3万が、E マンだけ1枚か、3万ないんですね。3万がないんで、ただね、吉田さんがチートイツをテンパっての3万打ち出しが十分あるんで、うん、チートイツですね、吉崎さんは、うん、これはドラさえ来なければもうちょっとね、柔軟性のある手でしたけど、現状の手配だとテンパるかどうかが怪しい。
ミャンマンが1枚いるのか、まあ、もう結構少ないですね、うん、どうだ勝俣、しゃあチュンと変えた、安牌を変えた、ション牌のチュンを打ち出して、もう十分ってことですね、うん、安全度の高い方、安全とかもう完全な安全ですよ。これ山にはありませんが、藤島さんドライ山にないって言ってましたよね。嘘つきました、一枚いました。藤島さんちょっと疲れが溜まってますねこれ、あの助け合うのはいいんですけど、いやいや足を引っ張るのはやめてほしいですね。失礼しました。EP1 枚あるからこれ倍満やっぱあったじゃないですか。EP って引けば倍満です。すいません。すいません。すいません。っていうことは藤崎のこれチートイツもあるんですね。1枚。ごめんなさいごめんなさい。本当に本当にミスしました。さあ藤島さんが今日は調子を落としています。いやいやちょっと勘弁してよ。もうチートイで粘るのもやめようかどうかですか。うん、ジョイシャンテンですからね。1枚9万ぐらい打つ、やめました、やめなった、吉田。まあね、吉田さんはトータルポイントもあるし、はい、まあ、さっきのね、こうやつないで2ロコール1つで全然嬉しいってなったから、ね、はい、やめる余裕があるっていう感じですよね、これはね、はい、余裕があります。いったよ、お見事、受け切ってついに高打点をものにしましたね、藤崎さん。これぞ藤崎の受け麻雀、藤原も参ったなみたいに頭をかいてましたね。すごいね、気のせいですけど、この一杯をね、うん、引けるか引けないかもね、はい、本当に A1 ではものすごい多いですよね、うん、こういうその一杯がどっち行くかがね、本当です、本当に一杯を引き寄せる力みたいのもあるじゃないですか、はい、ちゃんと引き寄せる麻雀を打たなきゃいけないんだよみたいな言ってる人もいて、いやいやいや、すごいことを言ってる。俺は分かんない話だったから、はい、それはある A1 プロに言ってもらったんですけど、まあ、似たようなことを、まあ、これもね、あれです、広柴田さんが言ってましたその一杯をあの人はバリバリの流れ派ですからね。いやだけど今も相当強いからね、千葉さん。いやもう最強雀士、連盟最強雀士の一人と言ってもいいでしょうね、広柴田は。ね、A1 は僕は結構そのいろんなことを A2 リーグの山田裕之プロに聞くんですけど、流れのことは結構千葉さんに聞きますね、いまだにね。流れのことっていうか、そうそう、こういう時どうすべきみたいな、なんかその哲学が強いから、柴田さんってこういう構えで、これはだから別に放銃してもいいからこうするんだみたいなのとかを結構説明してくれる、説明してくれるんですよ。なるほどなと思いながら、実践してきますからね、人は。そうなんですよ、結果も出してくるし、そう、ちょっとだからかじらしてもらってます、その触りを、小物ながら、はい、さあ、お、スーピン嬉しいな、どうする、一色まだ見てますね、一色も込みでトーンは温存か、西川は想像の息痛感がある、そして勝又はこれはね、まあ面白いんですけど、うん、受けですよ、しょうがない、ね、すごい次です、藤崎ね、パーピンの地位から入った、じゃあ一色ですね、ローマンパーマン、まあ、イーシャンテンか、ドラとトンのイーシャンテン、あ、トンが流れた、でも、はい、うーん、ちょっとどころか結構痛いけど、まあ、鎮逸もあるってことで気楽に行きましょう、ここはね、リャンピンは自力ですからね、どうせリャンピンはね、出ない急所、鎮守すべき急所なんで、うん、いうこともありますよね、パーピン動いたのはね、
ピンズはね、やっぱり上茶だけはちょっと打てないですよね、うん、ドライ色なんでね、動かれてる色がね。そうなんですよ。スマスさんの流派あんこにした、徐々に整ってきた、はい、お、安田さんもどうする、イーシャンテンになったけど、いや三層かな、タイプ的にはだとパーピンチーか、比較的まだチーピンはまだ打ちやすいですか、よりだけどね、より、うん、食い伸ばしってことになるからね、はい、ただ親逸、相手が親逸だとそれも込みで全部何でもあるから、まあ自身のね手の都合でやっぱり打たないになりましたかね、はい、あでも打った、今度は手広くなったからか、ちょっと、うん、スーピンが通ったからだ、うん、なるほど、スーピンが西川と通したんですね、うん、今のうちっていう、まあ、チーされるのも寒いけど、まあ、結構もともとそのね振り伸ばしじゃなきゃ、はい、チーもされづらい牌っていうことがありましたか、うん、だから合わせられるならっていうことでしたね、ええ、吉田は関三品の役なし天牌でウーピンのドラあんこったよ、西川ドラあんこ、白打つ、打った、目いっぱい、ただね、ピンズなんで、これだよね。来ましたよ、どうする、これはもうドラ切ってリーチ行くでしょう、吉田。いや、闇点もあるか。いや、だってローピン2枚打たれたとこだよ。2巡前だけど。で、そして下茶の藤崎ピンズの仕掛けか。うん、打たないもあるね。いいそう、いいそうっていうのもありそうですね。いいそうだよ。いいそうになります。これが一貫性よ。吉田さんは今シーズンは結構こんな感じですよ。やっぱり。あ、一通のチーテン短期だじゃあ。これ怖いな、ウーマン短期、ウーマン短期だね、バイチのウーマンズ絶好、吉田は1枚持っているだけですね、うん、残りは1枚、あーごめんなさい、あ、場にも1枚出てますか、残り1枚、まあ、買えるでしょうね、そのうちね、ウーマンを振り点、買える街があればですけど、通奏両面でチーでしょ、変えたい牌はピンズ以外のなんか変な牌ですよね、変な牌、変な牌、うーん、須崎さん天牌も入らないか、ローピン、ローピン打った、やっぱ上がりが偉いですもんね、さすがにドランコなんで両ピンがないですからね、白を重ねるしかないんですよ、藤崎は、これはもう西川さんはね、ローピンから結構ピンズを勝負してた後の両面チーなんで、西川さんも警戒がいってるっていうことで間がありますね、吉田さんは。この先点でここまで来るかなっていうところですね。なんで、ね、自身がテンパってもないので、慎重にやめようってことで、嘘になった。まあまあ、いろいろありますね、これは。食い伸ばしはさすがに、ここの食い伸ばしはしないです。まあ、パースを打ってる。ね、前順に通してるってなって、チューン、うん、まあまあ藤崎さんの仕掛けを軸にね、町の良し悪しは考えるから、チューンよりもウーマンの方がいいですよね、はいはい、ウーマン危ない、ウーマン危なかったんだよ、これはね、確かに盲点になってたか、盲点です、これはこれは無理なやつですね。これはね、藤崎の現物、まあ藤崎は一色なんですけど、確かに通りそうに見えるな。だからね、吉田さんもだから西川さんがドラなのはほぼほぼ分かってて、ドラね、高い、はい、高そうな分かってた上で、あらゆるケースを想定して、うん、ウーマンになってしまったってことですよね。ですね、うん、考えれば考えるほど、ね、ウーマンになってしまうわけですね。という狙いも立ったので、中筋のウーマン短期で押し切った西川さんをまあ褒めるべきでしょうね、はい、これはね、一気通貫ドラさんで7700の上がりです、西川は、まあ、ワンコった時点で白から押してね、はい、まあ、ローピンは振り点だからしないにしても、ちゃんとチューンを押してウーマンの良さで勝負したっていうのがやっぱり、うん、素晴らしいプレーでしたね、これはね、すごい平たくなりました、ポップの吉田ガラスの西川に補充、通奏チー、両面チーだから、じゃその前にウーマン泣いてもないしね、泣いてないんですよ、うん、カンウーマンとかちょっとボケますね、まさか短期、うん、
最後の3万、ね、唯一あるのが今のパターンか、うん、泣きができない馬待ちっていうのはまだそうだね。3万最終手出しだからね、はい、ただ展望平たくなりましたね、だいぶ平たくなりました。トップ目が藤崎の33,200点、吉田さんがイーシャンテン、藤崎さんもイーシャンテン、勝又も単品系で悪くないです。ただまたディアンシャンテンかな、これで、うん、とこれはしまった、お3万ズバッていた、勝さんも入ってで、かつまたジャントがないシャンテン、ドラのパーソーはドラ山にいる、2枚ある、2枚とも2枚いる、かつまたチャンス、2差しの3色まであるぞ、ギャンピアつもぎり、ギャンピアつもぎった、トンは吉田が泣いていく、カンパーソーの転敗です。裏待ちなんですよね、でもね。これは2枚、はい。関さんもこれで手広いシャンテン。手広いし、打点もつきそう。西川もいいシャンテンだ。チュンは安全牌。チュンから打っていく。いね、吉田転敗、他三者がいいシャンテン。いや、外す？外しはしない。外さない。転敗。イーソー切ってリーチだ、これは。これは文句なしでしょう。いや闇点にした。手が、あ。まあ、ローピン目いっぱいだ。3,900包丁かも。あー、ローピンいった。藤崎闇点が効いたぞ。これは効きましたね。単品1ペーコー3,900。リーチだと結構打たれなそうでしたよね、これ。打たない気がします。なんか、ペン3ピン払いとかになってそう。はい、来ましたね。忍者も来ましたよ。忍者の、うん、忍者らしい、忍者らしい上がりが2発決まってるんで、3回戦のトンバでようやくね。何入と なりますね。今日勝又のエヴァンドラはポン。勝負手ドラドラ流派も統一、あっと白も重なりましたね。もうこれはね、ポンポンローですね。どう動いてもどう動いても高打点、はい、白から動いていくいいシャンテンです。西川ラス目の仕掛けか、そうですね、何から切り出してて結構まだ打点の幅はちょっと見えないですよね。あ、ドラが投げたよ。あれ、ドラを打ったのは吉田ですか。でまたこれウーマンが筋になってる、中筋になってて親はの勝又いいじゃん。まあだけどね、あの今回はね、出る形ではない。吉田のいいシャンテンです。え、ハツが2枚ある、あるね。だってこれ今はありません。結構今止まんないかもしれないよ。
ビュッといっちゃうかもしれないですね、うん、結構あこれはウーピンかリャンマン、リャンマンドイツ同士、うん、リャンマン2枚切れかシートイツの鬼藤崎リャンピンか嘘リャンピン通りそうなリャンピンをね、うん、あ通ってるか今20枚通ってる受けのチートイツ嘘は山に2枚吉田ポンテン取っていく貫禄ピン吉田ねドラを泣かせて降りるっていうね、うんうん、そういうことはやらないんですよ やらないのねこれはどっちパーピンポンでやめた絶好だけどやめるんだねやめますチートイツのみですから貫禄ピンはどうでしょう勝俣に1枚と藤崎に2枚かあー初だここは勝俣が初を掴んでまっすぐ打ち抜きました、まあ、何でもあるんですよまだね、こう字が2つポンだと字牌2つポンなんでしょ、はい、もう1個字が残ってるのかどうかって結構確率低いから低い、ね、僕もああいうフェイスの仕掛けには字牌は結構打っちゃうな、はい、他にも通ってない牌が多い時は想像がね1枚も通ってませんでしたからだから結構勝間さんも両面両冠を野番でねいいシャンテンだったんで、はい、結構仕方ないなってましたねありますね役々ドラさんで8戦の上がり西川、うん、これで再度西川がトップ目に立ちますただね勝間さんはここまで順調に来たけど、はい、ついにちょっとね、うん、こう大きな嫌な宝珠を嫌な牌を掴んでしまったんでちょっとここからね方針が変わるかもしれない親も落ちてマス目で、はい、パイパイはいいですよ、うんうん、今回みんないいなまとまってるこちらですもね両面両面藤崎もしごろの三色含みドラもある石川はね本一ですよこれそうですねトンペイ統一トンペイだけですかトンペイは両方お高瀬だけどねトンペイお高瀬はね非常に非常に非常に気に入らないです気に入らないせっかく本一の種があるのにね、これしかもちゃんたも崩れたら2000点ですよ俺はそうは思わないんだなあそうですかいや346のトップ目でああ、ね、それは確かにだから結局本一だったらあのお高瀬の方が泣きやすいとこがあるんで藤島さん西川はまだ2着目ですよあごめんなさい2着目でした今日はちょっと、ね、ごめんなさいごめんなさい調子が悪いんで浮いてますからまあまあ意味としてはそうそうててああ先生リーチだおおやで先手取れた嬉しい5800すちそまちかなりいるようわー今の地位からいった何 ?1,2,3,4 山十分ですうんなんで上がりやすさだけをなんか考えたら別に、はい、高瀬の統一2つも別に嬉しいこれ向かうんですね西川はこれもあれです泣いたら降りるなですよ泣いたら降りるなかいや分かんない今はとりあえずねその現物で神茶が打ってくれて前に出れるから泣いて、はい、泣いてから考えようではあったんですけど一枚切れだもんね濃度の高い牌は、はいうん、その時考えるんじゃないですかいや勝又数層が数層が、まあ、打たないでしょう数字の連品ローソンアンコチムゲレの白になるかなクワ打って、藤崎もいいシャンテンパーピンは筋です打っていく、うん、スーマンが通りますドラになったね9万押すいやドラドラになったら9万勝負したいけどルーピンが3枚見えてるのかあ9万押した、うん、6キューピン引きでもいいですもんね6キューピンとサブロマンで勝負の構えでしょうね、うん、これはね、はい、4ピンは通っているかどけど今藤崎さんが9万押したのが気になってますねこれは西川さんの2ピンのまま天敗なんじゃないかとそうですね実際はいいシャンテンうん、勝俣スーマン抜いた。できましたね。では藤崎追いつけるか。ダメ。トンはションパイだけど行った。いやーあー泣きませんねもう。あ、本当だ。ただ行って進んだ、ね。点になるとまた2枚目はどうか。そうですね。
うわ、当たり牌、これは止まらないかな。打たれちゃうかな。ワンチャンス。ワンチャンスだけど、うん、しょうがないね、ドラドラに。はい。ここは吉田の上がりです。リッチピンフドラ1、5800。ワンチャンスだとね。うん。まあ結構9万打ったところから、はい、久崎さんはこの曲はじゃあ行こうっていう感じにはなってたんですね。9万の方が結構危ない無筋だったんでね。そうだったかもしれないですね。なんで9万押した以上ワンチャンスぐらいはまだ押そうっていう感じだったと思いますね。ハイパイまずまずいかったですよ。久崎さんもいいですね。藤崎もいい白髪と1つ。石川はドラ受けがありますがメンツはありません。勝又は3と1メンツ、2メンツ完成した。これもね、さあ藤崎くっつけいい3点。石川さんがトンポンしてたらね、自分のところに水槽来ちゃったとこもあるから、石川さんのねポンせずも結構いいプレーでしたね。いいプレーとかやっぱり藤崎さんを尊重して泣かなかったっていうのがあるんで、トイシャンテン、トイシャンテン、トンは1枚切れ。あ、789だって、多分ダーツが藤崎さん1万引いたんですね、うん、パーマンか9万、パーマン9万勝又に2枚ずつ引いたか。違う、うん、まあいいペークあるんで3ピンになりそうですね、うん、これは数万でも3枚目ですね。安全とかもう3ほとんど3色に行きたいから、うーん、まあそれもあるか、3万残し分かんない。でも E 万引いたらリャンワン E とかもあるし、この辺はいろいろある考え方いろいろ、うん、うわー、これはリーチだ。嬉しすぎる、嬉しすぎるね。これも行きづらいね、やっぱり。いい裾。そう。いい裾が2枚と、裾も2枚。十分だね。うん、ドラマだけでそんだけ残ってれば。行きたくなるけど、誰も行かないでしょう、このリーチには。いい裾は1枚か。あ、ここにいた。そう1枚だけだ、はい、3枚3枚です。うん、1枚もいけないでしょう。西川さんは現物のパーピン、いやー無筋来ちゃった。これは撤退かな。ジャントンも早く取り落としです。まあね、9万が場に3枚切れたことでもう手配の価値が相当低くなりましたね、藤崎さんの手は。まあ今更ねパーマン引いた頃には9万、はい、うん、高めが1枚しかいない6、9万で追っかけるのかっていう話でしたからね。回れるなら回るけど、3万は筋。筋だと打ちない、打たないかな、現物に。現物がパーピン、チーピン、チーピンの方から、うん、筋も打たないってことですね。チューン何個だが、もう遅いですね。もう遅いかな、そうですね。ほぼ一人旅が確約されました。はい、うわ9万引いてた。いや、しかもチーピン抜いちゃった後だからね、これね、復活ももう無理。チーピンはもう目に見えて3枚切れている。まだありますよ、いい数層ないもんね、3枚のまま。チーピン
これは引いておきたいぞ吉田、うん、ぜひとも、ね、今日の過程だったらね、このやっぱり引きに行くリーチは1個は決めておきたいですよね、はい、ダメか、残り積もは3回、4回粘れるか、粘らないね、粘らないです、うん、残りは3回、3回で3枚、根崎さん一応いいシャンテンだな、復活してきました、根崎さんが一応粘れる形にはなった。連敗しません、ありますよ、うん、減ってないもんね。さあ吉田、どうなんだ、いい数素はいない、あと1回、減らない、いやこれはもうね、手詰まり、うん、ペイになりますか、うん、ついたけど、リャンソードラだもんね、うん、今ちょっと間違えただけだと思います。ペイかウーピンですね、まあ、宣言牌パーピンの分だけペイですか、うーん、気当たるのはバカらしいですよね、チート打ちだった時、まあ、ウーピンとペイでちょっと悩んでる感じですか。ペイは短期待ちはあり得る、ウーピンは勘ウーピン待ちがあり得るですけど、ペイになりましたね。あーっと勝又に流れた、繋がってるか吉田、いない、藤崎さん、ペイ切ればテンパイ、おお、ペイ切れたのが大きいですね、これ西川のペイが、それはありましたね、藤崎さん、はい、打たなそうですもんね、ションパイのペイはね、テンパイ量で打つ男ではないですからはい、ということで吉田、藤崎の2人テンパイで入局しております。休憩入りますか。はい、選手の休憩が入りました。さあ藤島さん、はい、こういう時はせっかくなんでね、はい、視聴者の方と、はい、こういろいろお話をするコーナーなんですよ、多分お話できるかな、じゃなんかちょっとコメントから拾ってください、古橋さん、いろいろね、あのもし何かあれば、はい、藤島さんに質問などありましたら、はい、ぜひお願いいたします。美容院は何ヶ月に1回行くんですか。そんな話はしょうがないでしょいい3ヶ月に1回だったのが、今回2ヶ月目で行ってみました。あ、結構じゃあ、まあ、でも2ヶ月って結構長いですね、まあ、でも長さ変わらなかったりする、あのちょっと空いたり軽くしたりするために行く時が増えましたね。うん、やっぱりね、人気も出てくるとね、ボサボサの髪でいるわけにはいかないですからね。ボサボサではないでよ、長いけどなるべくこう爽やかさは保ちたいなっていう意識です。あのシャンプーは男物と女物どっちを使ってるんですか。M1 の生放送 で、 でシャンプーとか聞かないでよ、はい、シャンプーダメですか。もう日焼けはしないんですかと質問来てますよ。秋になったんでね、はい、日焼けはもうしないですか、しばらくは、はい、しばらく、まあ、分かんない、また来年の夏にチャレンジするかもしれないです、はい、なんで今日はスーツなんですかと来てます。いやいや、解説者だからその僕で遊ばないでください、あのコメントの人も、ね、バスローブなんで着てないんですかっていうね、質問がね来てますけど、まあ、着てたらもう二度と解説には呼ばれない。やっぱこうやって振るといろいろ書いてくれますね。いや本当にね、皆さんありがとうございます、はい、こうやって盛り上げていただけるとね、非常に嬉しいですよ、うん、バスローブ演出は好きですかと、あれねずるいですよね、あの演出はね、ファイトクラブのやつですね。最初見たときは本当に吹き出しそうになりましたこんな汚いずるいダーティープレイをしてるなと、まあ、汚いというかずるいね、そりゃみんな喜ぶよと、別にずるいって、別に希望 したわけじゃないですかね、撮ってもらった写真が使われたらいいなと思いますけど、ね、使われたということですね。さあ、はい、始まりますね、吉田の連チャンになります。ろくな話はできなかったですね2曲2本は京卓が1本です。あ、京卓1本ですね、はい、
裏は両ピンとなっております。トンが統一、はい、うん、手先がちょっと外に寄ってる手ですか、はい、あ、石川さんまずまずまとまってますか。勝俣もまずまずまとまっている。ドラの両ピンは吉田に1枚あるだけです。藤崎は厳しいですね、形が。わーっと3面図だ。イシャンテン、イシャンテン、331の着目、はい、親番ある。役なしリーチとかはどうありそうかな。どうです、いやこれまたさっきの話よ。この連チャン中の親がいて、はい、調子が上がってきた吉田さんがトップ目で親やってるみたいな時に、はい、1300点テンパりました、うん、役ありませんみたいな時にヤンメンをねどうすんだみたいな、行きますよ。カンリャンマンとかで行くかどうかって言われたら、それもね俺は同じだと思うんだよな。関係ないですか。結構街がやっぱ4枚と8枚大きな差だと思うんですけど、いやいやそれはそのそう、そうなんですけど、うん、まあだからそれでもね、グッケって本当に悪い町ではいけないけど、まあそう、カンリャンマンがいい町だったら行くべきだ、そう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 、行くべきとはまあ言わないけど、ね、そう、やっぱり競技麻雀はね、両面がいい町とは限らないんで、うん、あ、勝俣さんでもくっつきまで来たね。勝俣さんがなんか落とせそう、勝俣の方がむしろいいんじゃないですか。いいですね、くっつきだったらね。ただ吉田さんもイシャンテン、またトーンアンコにしてリーチか。トーンアンコならね、ドラ切りでいいんだけど、うん、あのね、これ三ピンの統一が2人に割れてるのよ、この曲。あら、だから換算ピンはない。ドラ使い切りでの上がりは結構難しい。 あ、でもこれ勝俣さんがもつれるね、これ。いや、切っちゃうかもしれないですよ。切るあるけど、いや、さすがにないか。そう、トーンはポンするんですか。あ、2枚目か、2枚目だからするんじゃない。まあ、した時になんかやっぱりドラ切りの1500円は嫌だから換算ピンとかにするパターンもあるし、パターンもある。うん、どうする。3ピン先押しもある。間に合った。チーテンのバックは取らずですね。うん、石川さんはあんまり形が動かない。おお、ダイナミック吉田さすがです。3ピンがね、これでまあ結果ないんですけど、このね、あー、テンパイだ。狙いはね、吉田らしいですよね。らしい。まあ、ドラがね、まだ山にいるから、はい、ローピンまず引いてとかね、からのドラ立てとかね。シャンポン。藤崎さんは例のごとくチートイツですね。チートイツの鬼藤崎、うん、これは言いそうの方が瞬間はいいけど、3ピン引きやチーピン引きでのピンフ変化を考えるとウーピン短期の方がなんかいいんだけど、うん、まあ言いそうにした、ね、はい、ドラ引いたね、ドラ引いちまったか。っ、ね、あ、まあ、今度はドラコテンね。あ、3ピンチーテンだ。あ、本当だ、このパターンがあった。でローピンの方はね、山にいるから、はい、佐々木さんがイシャンテン、これですよ。俺イソリ短期のリーチとか見たいなと思ってるんですけど、どうですか。あ、カンチーピンだ。イソは上がれない西川、いや、二人で打たれた。いや、でもちょっと間があったから、西川さんマジ考えてた可能性ありますよ。仕掛けが入ったから、その吉田さんにね、そのタイヤ含みの仕掛けが入ったから、親に、親はイーソー打ってくれる、まっすぐ来る以上は、はい、ってなったんで、だけどイースーはもう同じ理由ですよね。イーマンが親がまあいらない範囲なのでということで、はい、吉田のサブローピンはローピン1枚だけ、勝俣のカンチーピンはチーピンが1枚だけ、痛い痛い、あ、サブローピン1枚切れだ。サブローピンないわ、勝俣が引いたのが最後の範囲。そうか、これはチーマンと変えそうだな。変えます ね、これは変える。
ブーンと。ブーンとね。荒ぶりモードだ吉田。いい相撲が一番強そうだけどな。押した。勝又も当然ね、ドラドラですから。これは現物。二人に通ってないでね。イースマン手配に1、2、3、4、5場には0三山何も押していく勝又全面戦争です。イースマン圧倒的有利。西川の上がりはリーチツも500戦ほらいいじゃない、いい上がりじゃないですか。700戦200ですだからね、やっぱりリーチのみでも、うん、本当に行くべき時は行った方がいいんですよ。はい、本当に。吉田の矢が終わって3局藤崎の矢番です。そうドラ1枚やけどメンツなしはない。西川あれあとドラドラだ、ドラドラチーピアンコ、リアンソーといえば西川さんですからね。確かに、うん、トップ目に浮上してドラドラ、そうやも残ってる、うんうん、いい感じじゃないですか、西川さんね。いい感じです。うん、まあ、藤崎さんもね、浮いてるとはいえ、ちょっとね、3番手の321か、直屋で一上がりぐらい欲しいけど、ちょっとこのハイパイだと厳しい、厳しいですよね。123が遠くに。あるけど、はい、仕掛けるような手でもないし、手でもない。まあ浮いてるから最悪親番落ちても OK の構えにはなりそうですけどね、まあ、ゆったりと両ピンあたり。いやー違うな、はっきり目いっぱいだ。目いっぱいになってるね。ダブナン重なったぞ西川。ダブナン重なった。ダブナンは藤崎さんが2枚切れてる。藤崎さんが1枚切って、あ、場に2枚切れてるね。これは嬉しくないです。安全牌です。ただの安全牌だね、うん、でせっかく重なったのに。でも4統一だってことでチートルートがわずかながらあるんで、一応パーピノを先打ちましたけどね。まあ南南っていくことになりそうはなりそうです。おっと、一応進んでますよ藤崎さん。進んでますね。3万と3層3層が勝つまたあんこです。3万もない。3万ポンされちゃった。3万、まあ、1枚ずつしかもないもんね。3万でも3万ポンされるだけでも一気にやる気なくなるもんね。もうこれね、ないです。やる気ゼロ。気ゼロ。やる気ゼロ。もう放置しなきゃいけなくなりますね。あれは、あと勝又さんも仕掛けて本一ではない。本一の方ですね。いや、地層はパーソー切ってるからっていうのもあるのか。一旦そうね、こうしといて1個縦に来てトイトイのプランですか、はい、吉田も7、8、9のいいシャンテンですよ。チーソー痛い、チーソー痛いか。縦に来ると痛いね。ただトーンがボンできた、はい、チーソー痛い。痛いけどね、上がりやすさが全然違うからね、これはこれで。スーピン叩きつけた吉田。0.2 秒で切りましたね。叩きつけてた、ピントが合ってる、はい、むしろ。さあ吉田秒速でスーピンを叩きつけての報酬1300です。あっという間に藤崎の親が終わってしまった。まあでも藤崎さんね、3万ポンされた後だったから、ね、無傷で終わったら結構ありがたいですよ。はい、このね、ノーテンバップとか払わされて600点浮きとかでオーラスやるよりは全然よっぽどいいですね。嬉しいし、実際もう上がり結構難しかった、ね、はい。おーっと、いいんじゃないですか。ドラパーマン、パンが1枚単独か。さあ、勝又一応ね、金マン上がると減点。
羽も積もるとトップまで行くな。羽積もトップ、あ、うん、トップではない、ええかねか、西川を300点買わせないか、うん、そのためにね、今1000点1300上がったとかではないと思いますね、はい、まずはちょっとね、1、2回戦いい感じで来てたのが今回はね、ちょっとあんまり良くなかったから、まあまとめ3回戦もまとめようっていうことで多分ね、全然そういうふうに上がったんだと思いますけどね。まあ上がり場所によっては一人沈みが逃れやすくなるとかはあったけどね、うん、藤崎から例えば直撃しとけばもう一回直撃で OK とかね、天敗の点だけでも沈められるとかがあるから、これはね結構もうみんな浮きでいいよねって結構なりやすい天気ですね、いわゆる一人沈み濃厚なね点数状況なんですよね。まだ満貫積もっても一人沈みですからね、うん、吉田がねこれ単陽に向かってるんですよ。なんか単陽のみでいいんですけど3色までついちゃうパターンもありますからね、うんうん、かトップ狙うか、それなら3球でトップ同点、うん、伸びますね。しごろいいシャンテンになりましたね。まあ、仕事含みになればなんか闇点にしそうだけど、はい、なんかここまで伸びるとチー点とかもったいない気もしますよね。わかんない、どうだろうね、うん、もったいない気はするけど、数ピンとかは僕はチーしちゃうな。何をかっこよく言ってるんですか。チーってしちゃうよ、しちゃうなとか、しちゃうよ。あっていうか西川ドラドラの両面三面ちゃんいいシャンテン今ね、ソーズガリアンパーソンになってやばすぎるぞ。またこれ闇点きますよ、これ藤崎さんも飛車地球飛車って闇点きますよ。闇点ありましたね、そういえば5800のね、5800闇点きますよ。これはめちゃめちゃ効果的ですからね、オーラスだけにみんな上がりそれなりに来るから、はい、闇点はめちゃめちゃ効果的。あーチーマンじゃない、パーマンが欲しい。きた、出た、リアンパスをやめて出ました。これはさあ伊藤優子ばりの5800やめて2回目きました。まあ今バラバラってちょっとだけファーストがね今薄くなったともあるけど、いやでも上がれそうですよこれやめてんなら。効果的面ですねこれ、2回目出るとは思わなかったです。つぼ切りリーチだ。あ、戦術入れてきましたよ。これ多分吉田が荒ぶりますよ。荒ぶった、そして捉えた、高くなった、11600。タイミングバッチリ。これもなんかあれ一個戦術として最近、はい、一巡回し、そう、あの一巡回しの理由が、はい、いろいろあるじゃないですか。いろいろあります。なんで直利じゃないのってなった時に、うん、もしかしたら愚形だけどやっぱ押さえつけようと思ったみたいな、はい、間をこの一時回しで使う、うん、で油断させることができるんですよ、はい、もしかしたら愚形なんじゃないのみたいなね。でね、三層が落ちてるから代わりに、はいはい、三層先に打ってて両層待ちでね一時回さないでしょとかもあるしね。めっちゃ高いパターンの一巡回しってあるんですよね、よく最近は。あるよね、僕も一回 A1 で使いましたけど。どうだったんですか。積もった、積もりました。あ、積もりました。積もっちゃうのね、いいですね。ためんちゃんじゃなくて、まあまあ、はい、即利する手だったんだけど、一個その、うん、天敗打敗がドラだったから、一個様子を伺う一巡を使って。全然意味が違うじゃないですか、天敗打敗がドラって。いや、あの、まあまあそうですね、ちょっと意味は違うけど、宇宙チャンパイのドラだったから、うん、様子を見たわけですね。そうですね、様子 見ちゃいました。さあ西川、今の上がりで、今日のトータルトップに躍り出てますね。トータルトップになった。はい。じゃあ26のトップですから。ね、40、今日40見てます。40か、すごい。もうボーダーまで戻ってますよ、うん、ボーダーまで前田かわしてますもんね。前田さんかわしてるってことですね、
ど、勝又さんはラス抜けのチャンスが来たってことです ね、 このぐらいの差だったら狙いたい。2026で OK ですね、はい、26か2ん26か29、はい、100点かわす、うん、闇手の26できそうですね。反浪案はいい傾向で、まあ、1枚切れてるとはいえ闇手が効くっていう判断で、うん、そっちが残りましたか。佐々木さんはドラ9層だけど本質いっちゃいます。9層ね、パンダ9層切れてますからね、順番に切れてるんで打ちやすいですね。来たぞ、一目につかんせい西川は天敗だ。さあ狙い通り条件満たした貫禄満天敗。西川がローピンをポンしていく、トンバック2射点。これは、まあ、レアンソー切りますか、切るか。単品の変化があるんだけど、ここは3層、まあね、単品に変わってもねリーチしなきゃいけなくなっちゃうから、うん、今度はねだったら縦の変化見といた方がいいってことですね。縦の変化が、そうかそうか。下いいシャンテン、うわ、ロマンじゃないか、捉えたぞ。うわ、首切れた。ああ、ほんとだ、西川一人行き。勝又の上がりは単位多いペーコー2600か2900で、3回戦が終了となります。3回戦はなんと西川一人行きです、続いて藤崎、勝又、吉田という並びで終了しております。はい、以上並び3回戦終了しております。引き続き最終4回戦です。